皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学社会3問クイズの8回目、今回は世界の農業についてです。1番、ヨーロッパ中部で行われている小麦栽培と家畜の飼育、これを組み合わせた農業何と言いますか。2番、アメリカではその地域の環境に合った作物、これを栽培する農業が行われています。この農業の特徴を漢字4字で何と言いますか。3番、東南アジアやアフリカなどで天然ゴムやアブラヤシなど単一作物を作る大農園、これを何と言いますか。この3問です。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてください。そして答えが分かったら動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこちらです。ヨーロッパで行われている小麦栽培と家畜の飼育、これを組み合わせた農業、これは混合農業と言います。2番のアメリカで行われているその地域の環境に合わせた作物を作る農業、漢字4文字で適地適作、このように言いますね。3番の東南アジアやアフリカなど、ね、ここで単一作物を作る大農園のこと、これはプランテーションと言いました。ブラジルなどでもコーヒーのプランテーションなどがありますね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。